あれあの時あの日本シリーズ、ジャイアンツと西武でしたっけ、はい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 、あのランナークロマティ、はい、あのバッランナーが、じゃ外野がクロマティでしたっけ、そうです、それで僕がショート、ね、そうですね、あの時ね、秋山の人ですね、そうです、一塁ランナーが辻さんで、はい、秋山さんがショートの横を抜くヒットを打ったんですね、はいはい、でまああの打球ですから、カーンと抜けて見た時には、あ、ファーストランナーはサードに行くのはこれはしょうがないなと思ったわけですよ、はい、でちょっとクロマティの取り方を見た時にバッターランナーの秋山さんがセカンド来るのも警戒しなきゃいけないなって思って、うん、僕はそっちをちょっと警戒しに行って送球がちょっと右側に来たんですね、うん、でそれを僕はこっちへ向かって取ったんです、うん、でこう回ってる頃にあの球場の歓声でうわーっていう声が聞こえたんで、はい、ああこれその回ったなと、ファーストランナーがサードを回ったんだなって気がついて投げたんですけど間に合わなかった、はあ、だから基本だからこっちじゃなくてあのランナーに背中を見せちゃいけないっていう、いけない、だからやっぱり内野手は常にどうなってもこっち回りで対応しなきゃいけないっていうね、うんうんうん、それ見てね佐藤コーチ、こういうやっぱりこうスペースでこう見ていかなきゃいけないっていう、ね、うんうん、常に、うん、こういうふうに背中越しにこうなってしまうとわからないじゃないですか、そうですよね、プレーが何が起きてるか、あ、面白い、深いですよ、いやでもあの時、はい、クロマティがちょっとこう一瞬間があったんですよ、多分そういうのは西武の方でもミーティングしてるから、はい、クロマティのとこ飛んだらって話には間違いなくなって、ね、なってました、ね、結構もうねホーム行かないだろっていう勝手な、ね、そうですね、そうです、考えでいましたもんね、まあ、それをね、うん、いや僕がこうしとけばとかって言ったでしょ、ええ、さすがですね、自分のいやそれを教訓にその後頑張ったんだ、あすごい、いやいいの聞けましたよ、はいはい、なるほどなるほど、お宝のお話ですね、そうですよ、あれね、ちょっと聞きたいかった、はいはいはい、聞きたいなと思ってたんですよ、はい、ホームのね、忘れませんよ、あのプレーは、ね、あれもまあサードコーチャーもね、はい、すごかったですけどね、そうですね、ね、なるほど、どうでしたか今の、いやなかなか聞けないお話で、うん、なんかそんな頭を使ってプレーしてるんだなっていう、やっぱりそうなんですよ、はい、ボールがないところでね、ね、そういうところでバーッと考えて、はい、一瞬のひらめきと、ですから本当に頭大事なんですよ、うん、野球選手です、ね、いや本当そうですよね、うん、頭使えてこうやって使ってるやつもいたけどいやそんな人いないでしょまあね、そう考えながらしないとやっぱり本当大事です、ワンプレーワンプレー何を考えてやるかっていうことですよね、ブエー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 、皆さん絆の YouTube チャンネルでは BC リーグの選手の情報を盛りだくさんお届けしております、はい、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん見てください。